はい、皆様こんにちはでございます。ということで今日もワールドフリッパーやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。ということで今日が、12月3日2日月曜日、2日ですね、月曜日になって、新しいイベントの方が来ております。そちらの方をご紹介させていただきましょう。じゃあじゃあまずはリセマラ1000万回記念クエストということで、あんまり公式の方がリセマラ記念とか言うのもなかなか斬新なんだけど、1000万回、なんかリセマラされたみたいです。まあ俺はしてなかったんだけど、このゲーム結構リセマラが早くできるということで、結構リセマラしてる方もいらっしゃると思うんですけども、それは運営がありがとうということで、木の大発生というクエストが出ております。まあ全然簡単なんですけども、報酬の方でもらえるので、ぜひぜひこっちの方も回っておいて、1回はね、1回しか行かなくていいから1回行ってくださいという、まあ、お遊び半分の感じでございます。はい、ということで、メインの方いきましょうか。揺らぎの迷宮崩壊域ですかね、というのが出ましたね。これもたくさんあって、まだ1個しかやってないのかな、2個やってるのかな、1個かな、やってるんですけども、まあどういったものかっていうと、簡単に言うとボスラッシュみたいな感じ、今まで出てきたボスを、ラッシュで倒していくという形になっております。まだね、1個しかクリアしてないんで、あれなんですけども、まあ、ちょっと難しくはなっているんですけども、その代わり報酬がとても、武器とかが手に入りますよっていう感じなので、で、あとはその強化素材も手に入るので、まあ、クリアしておくべきではないかなと思います。まあ、今回は、全部、これね、結構遊んでみたんだけど、全部一本の動画にすると1時間はかからないけど40分ぐらいかかるかなと思うので、まあ今日は新階層1の方だけ動画にしていこうかなと思います。よろしくお願いします。ということで、水晶属性とかいろいろ書いてあるので、まあ個人的に1個回ってみて思ったことをついてお話ししつつ、まあどんな感じで攻略していくかという感じをご紹介していきたいなと思います。まずこの水晶なんですけども、属性、まあ、この属性しか出ないので、弱点属性しか。なので、これの推奨に、パーティーを3人、まあ、水なら水、電気なら電気で固めた方がいいかな。まあ、攻略のポイントですよね。していったらいいかなと思います。そしてもう一つ、やっぱりラッシュということで、まあ、各ステージ1個回復が落ちているんですけども、やはりそれだけじゃ足りなかったりすることもありますので、サポート役のキャラを、一体入れておくのがいいのかなと思います。今回水の、やつをついていくんですけども、水でおすすめなキャラクターはまずこいつ、リーゼルということで、めちゃめちゃ可愛いですよね。これ星4なんですけども、何がいいかっていうと、参加者全員の HP を回復して攻撃力もアップするという、まあ、完全に、まあ、援護役なんですけども、これがまだ、このクエストでは使えるかなと思います。まあ、そしてもう一つ、こっちはもう星5なんですけども、まあ、もうこれも完全にバフがけみたいな形になっておりますので、攻撃アップ全体性アップ再生効果という、まあちょっと回復しますよという感じかな。回復チームで一つ組んでおります。この子もね、強いんですよ。これも星4で、まあボスの方でもらえるキャラクターなんですけども、ラナーという方、これは浮遊効果と貫通効果を持ちます。必殺技ね。なので冬だと毒とか、重力とか効かなくなります。重力出たっけな、最初のステージ忘れちゃったけど、はい。でこの貫通効果中の、攻撃力がアップしたりとかするし、さらにこいつの効果によって、この赤のこいつですよね、アゼル、こいつはパーティー全体が貫通効果になっているたび自身の攻撃力が 3.5%、ね、このコンボ的なキャラクターでございます。全然育ててないんだけどねという感じで、はい、まあ、なるべく、属性は、水なら水と人統一した方がいいです。そして、アビリティの方はうまくこう自分なりにいろいろ組み合わせてもいいかなと思います。そんでやっぱ回復が欲しいかな、まあ、なんで星5、適正のキャラクターで言えばどのステージでもフィリアとカリウストロ、まあ、両方星5のキャラクターなんですけども、回復持ちが、強いんではないかなと思います。まあ、全部やってないんで何とも言えないんですけども、この2人は、どこの、クエストでも持っていけるかなと思いますので、はい。どんな感じで、まあ、戦力としては5655とちょっと低いかもしれませんが、まあ、階層1なら、簡単にこれでクリアできると思いますので、では早速間違えました、やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。は
はい、ステージ1へということで、フレームアークエギル、まあ要するに攻撃を食らわずに攻撃を当てればいいということですよね。ちょっと食らいましたね。で、各ステージ1個回復をしているので、まあ、なるべく、後半に取るのがいいかなと思います。最初に取ってもねっていうところなんで。で、個人的な攻め方としては、まあ、バフ掛けというか回復持ちキャラのスキルが溜まったら即使う感じに個人的にはしてます。で、あともう2人は、まあ、相手の必殺が来るときに使う要因とかフィーバー中とかに使ったりとかすると攻撃力がこういう感じ、こういう時に溜まってないわ、まあ、プロテクで2個開けてさらに、はいはい、まあ、使わなくてもね、まあ、俺ぐらいになったらもう余裕なんですよ、ここら辺は。はい、でこう回復しつつバフ掛けで、ここは上に行かないように行っちゃいましたね。そういうのも気にしない、過去を悔やんでもしょうがないので、はい、攻めます。タン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 で、こう雑魚敵でコンボを稼ぎつつ攻撃していくっていう形ですね。まあ、基本的にどのボスでも一緒です。うん、食らわずに、めっちゃ食らってるけど、とりあえず必殺技を全て弾いていきたいっていう感じかな。これでフィーバー入りましたんで使っていきます。フィーバーするとね、弱点がすごく当てやすくなるので、これで一気にダメージを稼げるかなと思います。なんでフィーバー中にスキルを使うか防ぐときに使うかっていうのは考えて使うといいかなと思います。タンタン、あ、やばい、めっちゃ食らった。タンタンタン、もう雑話しながらでも、もう全然、あ、よいしょ、あ、よいしょ。ただね、ちょっとね、5体出てくるということで結構長い。まあどうなんだろう、火力とかを重視に上げていけば結構早めに終わるのかもしれませんが、こうやってやっぱ回復持ちとか入れるとなかなかね、こう長期戦になってしまいます。これ一回、行ったんですけども、あの寝落ちしてしまいましてやってる最中にうとうとしてちょっと一回死んでしまったんですけど、もうこう喋りながらやればね、回復がやっぱほんと重要かなって思った。まだここはそんなに強くはないんですけども、多分他の面とかは60レベルとかがあって、これ50だったかな、50だったので、回復の重要性、まあフィリア、カリオストロ持ってる方はいいのかなと思います。本当に回復が重要なのかな。はい、ということで、サクッと1ステージクリアしました。次、かわいいねこの子。はいはいはい、もう雑魚的でゲージを稼いでいく。こいつめっちゃ分身するんで、あ、もう使わなくて、いや使っ、あー、じゃあまあこうね、悩んでるとこうなっちゃうんで、もうすぐ使いましょう。迷ったら使う、まあゲージはすぐ溜まるんで、迷ったら使う、迷ったら使う、はいはい、あー、これは使う、あ、もうこれ強いね、はいはい、もう半分ぐらい、ここは使わなくて大丈夫です。テクニックでカバーします。ここは、ちょっと使いたいかな、あ、でも大丈夫ですね、テクニックでこんな感じ、もう基本的に全部一緒かな。フィーバー貯めてまとめて攻撃か、敵の必殺技を避けるために使うかで、一体は回復に、あれ使うみたいな、あば、危なー。やっぱこの必殺技って、スキルも広範囲にこうなる技がいいのかなと思いますので、スキルのその選ぶやつも必要かなと。あとコンボ稼いでフィリップゲージだっけ、フィリップ攻撃もね
の戦闘のメインのキャラに依存するので、このこれなんていう属性だったかな、このくるくるなんかゼルダのね体験切りみたいなのがいいんじゃないかなと。使っていきましょう。はい、ということでサクッと2体目倒しました。はい、ということで3体目、こいつちょっと厄介で、何が厄介かっていうと、その技を使ってくるんですけども、この木の後ろに弱点がある、こんな感じであるので、こいつは結構厄介かなって個人的には思いました。なんでここら辺でゲージ貯めてフリップ攻撃で回転切りみたいなのをやっておいて、後ろを入れるように開けておく。もうほらこうなっちゃうんで、でまあこいつは、人がさっきみたいな爆弾が順々に来るので、タイミングよくガードすればそんなには、致命傷にはならないかなと。これ、ね、なかなか上に いけた。それさえ、気をつけとけばここはいいかなと。このなんか触手みたいな触手みたいなやつを、あ、これフィーバー入ったんで、まあ、貫通とかがいいかもしれませんね。貫通技とかが、あ、もうこのフィーバーほら強い強い強い、使いましょうか。もう俺が強いね。はい、ということでサクッと、なるべくねこう動画の尺も短くやっていきたいなと思っております。とにかく連打してみるのも手ですね。はい、ということで、ファングライダーかな、荘園ファングライダーで、このゲーム、まあ、ライブ配信とかして、まあ、新しいアプリなんで、みんなが、このゲーム面白いのとかよく聞かれたりするんですよ。友達に、友人にもね紹介した時に、このゲーム面白いとか、もうダウンロードするのめんどくさいから面白かったらやるわって言うんですけども、やっぱゲームってその人それぞれ好き嫌いがあるので、いつも言うのはここの、ストーリーで4章に出てくるんですよ。このキャラクターが、このキャラと戦ってみて面白いと感じたなら面白いと思うよって言って、基本的に大体みんな、リセマラとか終わった後にここをやってみると結構あ面白いっていう人が多いかなと思います。自分もここでめっちゃハマりましたね。なんでかっていうと、ちょっと難しくなるんですよ、ストーリーの中でも。まあオートにしてる人もいるかもしれませんが、ちょっと強いんですよね、ストーリー的には。このキャラクターわかる人いるかな、この爆弾すごい降ってくるから、どう処理すればいいのとか考えたりとか、この爆弾も1回当てると爆発しないんですけども、どうやって当てればいいかなって。でまだそのストーリーをやってる最中だから、キャラもそんなに強くないし、育て方もあんまりわからないってところで、なかなかどうすればいいんだろうって考えながら、まあ俺も何回かここダメで、難しくないって思ったんですけども、育成とかいろいろしてなんとかクリアできるようになったっていう思い出の深い敵ですね。今ではこんな感じで瞬殺に殺してしまいますけど、はい、ということで次がラスト、あと2個今なんて倒したっけ、ラストかな、ルインゴーレム。なんでまあこれ階層1なんですけども、そこまで相手も硬くないし攻撃もそんなに強くないので、属性合わせていればもしかしたら回復もそんなに必要ないんじゃないかなって思います。うん、全然いらないかもしれない。まあちょっと育ててないとダメかなとは思いますけども、がっつり課金してない、課金とか強キャラがいないとダメとかそういうのはないかな。その星4のキャラとかもう手持ちのキャラでうまく考えていけばそんなに難しいところじゃないかなと思いますので、まあ、気軽に一応ねクエスト自体は難しいにはなってるんですけども、まあ、ここをクリアしてさらにね武器を手に入れて、また他のクエストとかで動けるようになっておいた方がいいのかなと思います。武器いらないっていう人がどうなの、武器自体はそんなにね見てない。まあでも素材が手に入るのは美味しいかなと思いますね。またそのストーリーをクリアした後何したらいいのかとか、そういう動画もね初心者講座みたいな、まあおこがましいですけども、そこら辺もね出していこうと思いますので、よかったらチャンネル登録の方、高評価の方もよろしくお願いします。ということで今日が12月2日で、明日が、
12月3日になるんですけども、明日のまで、こうなんだっけ、公式実況者募集の動画の締め切りがあります。皆さんね、このゲーム、まあ、やっぱりそのゲームやっててこの実況者が好き、あの実況者が好きっていると思いますので、まあね、その人が公式になってくれたら嬉しいなっていう推しの実況者もいると思います。はい、ぜひ推しがいない人はね、ウリという人を、推していただけたらなと思い、番宣しつつ敵を倒していきましょう。さて、おしゃべりをしていきましたが、ここで最後バシッと決めて終わらせていただきます。ありがとうございました。っていう感じでいかがだったでしょうか。まあ、基本的にも雑談しかしてませんが、そんなに難しくないかな、見てもらった感じ。そんなにピンチになったって形でもないので、はい、 SS ということで、ちょうどねランクもアップしました。ありがとうございます。ほら、このね、夢見の紋章かな、これがね強化にすごく使って、まあなかなか手に入らないんですよね。その、うん、なんでここ周回して手に入るのはすごく美味しいかなと思います。はい、てな感じで、ここが 新海域1でしたね。ここからどんどん難しくなってくると思いますし、水晶属性もあるので、まあ、自分の持ってるキャラと相談していけるところまで行ってみたらいいかなと思います。はい、てな感じで、皆さんぜひぜひ遊んでいってみてください。これからもいろんなクエストとかも出てくると思いますので、 その都度動画を出していこうと思います。よかったら高評価お願いします。それではまた次お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。